のしめこそで1800年から1830年頃門もんつけとは、家紋の入った着物のこと、門服とも言う。江戸時代初期、それまで清掃の際に用いるこそでは、のしめこそでが一般的であったが、これに五つ,つもんの入ったのしめもしくは、無地のこそでを用いることが行われるようになった。武家では、門付けこそでの上に神下や羽織を着用し、袴をつけて用いたが、 次第に、これが、町人の礼装として扱われるようになった。明治時代に至り、男子の門付け羽織袴や、女子の白襟門付けが礼装として一般化した。門付けに入れる門は着用者の家門である場合が多いが、場合によっては、主君やその他の権威者から、門の入った小袖を配慮することもあった。これを、配慮の御門付けなどと呼び、 簡略な方称として行うことが多く、配慮した門付けは、家紋の名誉として、丁寧に扱われた。また、この際に、配慮の門を強調する意味から、通常の門付けの門が、直径一寸程度であるのに対して、三寸、近い、大きな門を入れることもあった。現代の清掃の着物には、男性用、女性用ともに門を入れる。通常自家の家紋や裏門を用いるが、 芸事や、下流会で使う、着物の門は、本人の門ではなく、所属する流派の門や家元の縄文、また芸機置き屋の縄文を染め抜いて用いることが、一般的である。男子の場合、門付けには袴を着用し、着流しはあまり行われないが、医師や茶人などは実得に、着流しが清掃とされる。また、歌舞伎では、中心蔵五段目の低苦労のように、身をやつした、 浪人の姿として門付の着流しが描かれることがある。大相撲の力士は重量に昇進することで、清掃として門付け袴の着用が許される。門付の形状は通常の着物と特に異なるところはなく、背中の中央部、両袖の後ろ側、両胸の部分に門を入れる。これは大門の門の入れ方を受け継いだもので、五つ門と呼ばれ、正式とされる。 全身ごろの門を略した三つ門、背中の門のみの一つ門もある。これらは着物の種類や目的によって使い分けられ、門の数が多いほど角が高く、染め抜きのひなた門の五つ門が最も角が高い、正式なものとなる。縫い門門の大きさは直径が 2cm から 4cm の円に収まるほどである。門を入れるところを石ちといい。 あらかじめ白く染め抜かれており、そこに後から地色で柄を染め付ける。門入れを専門とする職人が存在し、販売店などを通じて、門入れを依頼する。安価に門付けを作るために、石持ちのない生地を買って、門は刺繍で入れる方法もあり、前者を染め門、後者を縫い門として、前者の方が正式であるとされる。門には、ひなた門、影門があり、 影門の方が略式である。門の入れ方によって、染め抜き門、縫い門の大きく二つがあり、染め抜きひなた門は、門を白く染め抜いたもので、清掃に用いられる。染め抜き影門は、門を白い輪郭で描いたものである。影門は、輪郭の太さによって中影門、影門などがある。縫い門の多くは影門であり、略霊装の一つ。 門や羽織などに用いられることが多い。四季の花を刺繍や友禅染めで花丸にしたり、動物や器物などを刺繍した、加賀門、写楽門は装飾であり、門としての格はない。門付けの生地には木綿や斜が用いられるが、礼装には現在羽二重が正式なものである。男子は黒の無地が正式とされ、女子では羽二重の立ちり面や輪図が用いられる。 もっとも夏着は、露夜者でしたて、色も特に戦後は、渋い中間色を中心に、色紋付けが用いられることがある。男子の夏物は、大相撲の審判席の親方の紋付けのように、長着は、朝のものでも正式とみなされる。女子の清掃には、染め抜きひなた五つ紋の、留め袖が、既婚女子の刑事の清掃とされ、この場合は黒字が正式とされるが、 他の地色のものであっても五つ紋付けであれば、色止め袖として、清掃とみなされる。長字の場合は、素模様がなく黒文字の五つ、紋体になる。黒羽二重の生地は、最初から黒を染めるのではなく、下染めの上から黒をかけることによって、深みのある色を出し、下染めに用いられる染料によって、生地の質の上下が定まる。ありがとうございます。